ハローフラワーカワイルナの皆さん、こんにちは。ワークショップに向けてカベルで前に進んだり後ろに進んだりする方法を説明します。カベルで前に進んだり後ろに下がったりするカウントは4拍目になります。4拍目で軸足を前に進めたり後ろに進めたりすることによって前に進んだり後ろに進んだりすることができます。ではカベルで前に進んでいきます。4拍目で軸足を進めていきますね。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。カベルで後ろに進んでいきます。4拍目で軸足を後ろに下げます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。カベルで前に進んだり後ろに下がったりするときに大切になるのは体の縦軸になります。体の縦軸がしっかり立っている状態を保っていると前に進んだり後ろに下がったりすることが比較的容易になります。で、体の縦軸が不安定でカベルをすると傾いてしまうようだとどうしても前に進んだり後ろに下がったりするときにやりにくいということが生まれてしまいます。ですのでまずはその場でカベルを練習するときに体の縦軸を意識した練習をすることが大切になります。